はい、こんにちは。今回は喉の異物感に対する漢方薬をご紹介します。喉に異物がへばりついたような感じがしたり、違和感が生じるようなことがあります。実際にはそこに何にも詰まっていないんですけれども、そんな感じが感覚がするわけです。漢方の世界では、こういった症状を梅核気と呼んでいます。こういう字を書きます。こちらですね、これは梅干しの種がここに詰まっているような感じがするというところからこういう言葉が生まれています。この症状に対しては半夏厚朴湯という漢方薬がよく効きます。こちらですね、はい、これは塞がった気分を開く薬と言われて、古くから気剤の代表処方として、有名です。ではどういうタイプの人に、いいのかということですけれども、心配症ないし神経質で気分が重くあるいは塞ぎがちなタイプに用いる漢方薬です。具体的には喉に何か引っかかっているような感じで、咳払いこうとかいうね、咳払いをしても取れないとか、あるいは動悸とかがあって、何かと不安で夜もよく眠れないと、またストレスが影響して吐き気などを訴えて胃腸の調子が良くないといったような方に、使われます。抗生生薬を言っていきます。書いてきました、こちらですね。まず半夏茯苓、それからこちらですね、厚朴素陽生姜ですね、はい。このうちのこの半夏ですね、これが溝落ちのあたりの水の気血水の水ですね、その滞りを除いて気の巡りを整えてくれます。そしてこちらの厚朴と素陽ですね、これが、不安による筋肉の緊張を和らげてくれて、全体的にそういった嫌な症状を取ってくれます。はい、今日は喉の異物感に対する漢方薬半夏厚朴湯をご紹介いたしました。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。